ということでね、このカードキーを使ってここをね開けちゃいたいなと思います。いきます。え、やばいやばい。ででん、ゼルフィーはどこにいるでしょうか。チクタク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 。正解はここでした。ということで、見つけられた人高評価、見つけられなくても高評価、とりあえずみんな高評価。どうもこんにちは、こんばんは、ゼルフィーでございます。ということでね、ちょっと画面を戻したいなと思います。はい、ということでね、戻ってまいりました、ゼルフィーです。はい、ということでね、まあ、今回はなんですけど、まあ、またやるのかと、またこのカードキーシリーズやるのかと思ってる人いると思うんですけど、あ、もしいたら高評価。ということでね、もうネタがある限りこれはやります。てかね、もう気になっちゃうんすよ。私気になります状態だから、もうちょっと動画撮っちゃうんですよね。まあね、個人的にもこのネタちょっと面白いなと思ってるんで、まあちょっとね、まあいいでしょうということで許していただければなと思ってるんですけど、まあ今回はこっちじゃありません。今回このカードキーで開けられるのかっていうのを検証していく場所なんですけど、ここです。このドゥームズデイハッチとドゥームズデイドアのここです。はい、今回はこれをカードキーを使って開けられるのかっていうのをね、検証していきたいなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速ね、やっていこうと思うんですけど、まずね、あそこをカードキーで、まあ、開けていくわけなんですけど、まあ、誰のカードキーか、誰のカードキーかってのを考えたんですよ。全部使うのはまあ無理だなと思って、全部使うのは無理だから、ちょっと絞ってみたんですよ。で、その絞った結果、マイダスとニャッスル、マイダスとニャッスルのカードキーで開けられるんじゃないかなと思ったので、まあそれで開けていくわけなんですけど、なぜマイダスか。ドゥームズデイデバイスってマイダスが作ったんですよ。そう、ドゥームズデイデバイスはマイダスが作ったんで、そのドゥームズデイドアにもね、やっぱりマイダスは関係しているはずなので、しかもね、エージェンシーにね、近いってことは、まあマイダスの確率が一番高いんじゃないかっていう感じです、マイダスの理由は。で、ニャッスルはなぜ選んだかっていうと、最近ね、移動してきたじゃないですか。最近移動してきたから、まあ確率が高いんじゃないかなと思ったので、今回はマイダスとニャッスルのカードキーでちょっと検証していきたいなと思います。ということで早速ね、ソロ行きましょうか。よし、やっていこうと思うんですけど、開くかな。もし開くとしたらさ、何が起こるんだろうね。すごいことになりそうだよね。もうこれ言ってる時点で未来はちょっと見えてるんですけどね。まあ、そんなん気にしてたらね、人生楽しめないよということで、最初はね、マイダスからやっていきましょうか。いや待って、大丈夫かな、僕ヘンチマンに殺される気するんだけど大丈夫かな。とりあえず確かここに変身するボックスあったんで、ここに降りましょうか、ね、このスキン見て、最近のお気に入り。この組み合わせめっちゃ良くない？僕ね、もうこれ固定にしたいぐらい最近気に入ってる。うん、だから僕しばらくはこれで固定してると思うんで、よろしくお願いします。さあ、ということで、まずはヘンチマンに変身して、武器も取っとこうか。変身。まあ、正直ね、あのスキン気に入りすぎて変身したくないんだけど、まあいいや。まあね、まあ仕方がないよと。え、なんかシルが起動した。開け！な、ちょっと待って、なんかこれさ、いや、壊した方が早いわ、これ。さあ、マイダスちゃん、どこにいる？マイダスなんかな、色、なんか、わけわからんとこいるからな、よく。どこ、マイダス？マイダスいないんだけど。は？ちょ、危ねえな。え、マイダスがいない事件なんだけど、ちょっと待って、もう探すのめんどいから、こいつを、まずは、殺します。これで探せば OK。で、ミニガンちょうだい。ミニガンちょうだい。OK。で、これで位置が分かったから、どこ？ボスどこ？どこ？ボスどれ？あった、こっちだ。この王冠マーク多分ボスだと思うから、多分ここにいるはず。あ、いた。Hey, マイダス。Hey, マイダス。はい、じじい。ということでね、まずはマイダスをやっていくと。カードキーをもらいます。殺されんの怖いから、もう一回変身しとこう。もう一回変身して、じゃあ早速ね、このカードキーを使ってね、ドゥームズデイドアをね、開けていきたいなと思います。これね、5個あるから、5個やってみようか。5個のうち1つ開くはずだからね、これね。5個のうち1つ開く？いや、わからない。全部開くわ。ということで、早速、使って、なんかもうわかる気がするけど、いいや、はい、そんな気にしない。じゃあね、早速、このね、ドゥームズデイドアを開けていきたいなと思います。
飽きません。いやまだね、まだ4つあるから。さあ2つ目いきます。いやワンちゃんなんか置くのかもしれない。2つ目も飽きません。まあ、正直、他の3つやるのは時間の無駄なような気がするんですけど、そんなん気にしてたら、まあ、人生楽しめないということで、開けていきましょう。はい、3つ目、いきまーす。飽きません。まあ、あと2つね、まあ、やるのも時間の無駄なような気がするんですけど、まあ、こんなクソみたいな検証僕しかしないんで、皆さんチャンネル登録して、通知音に、通知音を押してください。はい。さあ、3つ目。4つ目、いきます。Oh my god, who the hell? 飽きません。はい、最後ね、いきたいと思います。僕はね、ここにかけてる。うん。ここにかけてる。いきます。まあ、マイダスのカードキーでは開きませんでした。ということはね、ニャッスルのカードキーで開くはずです、皆さん。はい。ニャッスルのカードキーで開くはずなんで、ニャッスルのね、カードキーを取りに行きたいなと思います。さあ、ということでね、まあ、ちょっとマイダスのカードキーで開かなくてね、ちょっと闇落ちしちゃって黒くなっちゃったんですけど、まあ、ニャッスルも黒いんでね、まあ、きっと友達になれるでしょうということでね、友達がいない僕に、ニャッスルというね、人間かもわからないお友達ができるというね、まあ、謎の展開なんですけど。てか、これも結構合うな。赤にこのバッグも合うけど、黒にこのバッグもめっちゃ合うな。めっちゃかっこいい。てか、ニャッスルいる？あれ、ニャッスル？お前、ここも追い出されたか。は？どこ？ちょ、怖いからやめて。うん、ハロー YouTube。どうも、デカキンです。お、いた。はい、ジジー。さあね、ニャッスルにはお友達がいないんですよ。他の島にはね、ヘンチマンがいるのに、こいつだけいないんですよ。ヘンチマンが。かわいそうなことにね。まあね、そんなね、まあかわいそうなニャッスルくんのね、僕が友達になってあげるかもね、ということで、ね、はい、カードキーをもらっていきます。さあ、行こうか、真ん中まで。遠いなぁ。地味に遠いなぁ。ヘリないの？ヘリ。どっかに。あ、この上にヘリあるわ。うん、乗った方が早いからヘリ乗ってこう。てか、このスキンかっこよすぎてさ、ちょっと僕固定スキンにしたいんだけど。なんか、プロ選手とかだったら、なんか固定スキンの人いそうだけどさ、日本の有名な人でさ、これ固定スキンの人いなくない？ちょ、僕これ固定にしようかな。本当にかっこいい。過去一で気に入ってる、これ本当に。このヘリで、エージェンシーまで行って、このカードキーを使って開けるという感じでね、やっていきましょうか。さあ、到着！オッケー。え、待って、今矢印、こっち向いてなかった矢印。ほら、だってほら、ザヨットこっちだよ。ザヨットこっちなのに、ほら、300の方向向いてる。え、ワンチャンある。え、マジでワンチャンあるぞ、ちょっと。こっちから開けるか、矢印こっち向いてるから。ほら、ちょうどここじゃん、ちょうどここだから、よっしゃ、開きれるかもしれない。さあ、ということで、ここのね、扉を、このカードキーを使ってね、開けていきたいなと、思います。いきます。開きませんでした。いや、まだわからん。まだ4つある。うん。まだ4つ残ってるから。明らかに矢印の方向違うけど。いきます。無理でした。まだわからん。まだあと3つある。うん。まだあと3つあるから。みんなまだ諦めんな。僕はまだ諦めていない。さあ、3つ目。いきます。はい。次行きましょう。まだ諦めてない。あと2つ残っている。僕にはまだあと2つの希望が残っている。ここなら開いてくれるはずだ。うん。ここは開いてくれるはずだ。さあ、4つ目、行きます。無理でした。いやーね、さすが僕。うん。ラストね、1個。多分ここ開くんだよ。おそらくここが開くところでね、僕の運の良さでね、ここを最後に引き当てたと。うん、もう天才ですね。ということでね、開けたいと思います。行きます！じゃあね、ということで、最後にね、まあ、皆さんが多分もうこの映像は最初に見てると思います。はい。多分、皆さんは、最初に見てると思うんですけど、その最初にね、映した映像を今から撮影いたします。ヒカキンゲームズ。ということでね、このカードキーを使って、ここをね、開けちゃいたいなと思います。いきます！え、やばい。はい。
ということでね、飽きませんでした。飽きませんでしたけど、まあね、僕はね、こういう無理なこともね、まあ、正直無理だろうって分かってることもね、たくさん挑戦していくんで、もしなんかリクエストがあれば、こんなん自分で出たら時間の無駄だけど、ちょっとね、ちょっと希望を持ってて気になるなーっていうこととかがあれば、コメントで書いていただければ、それをね、やらさせていただきます。ちょっと最近絶賛ネタ不足中なんで、そういうの書いていただければ、結構採用すると思うんで、よろしくお願いいたします。ということでね、皆さん、こんなね、まあ、無謀な挑戦をした僕のことをね、ちょっとでもね、1ミリでも、いや、もう、思わなくても、チャンネル登録、高評価、そしてね、通知をオンにしておいてください。ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。では、バイバイ。